皆さんこんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。今はですね、アメリカのカリフォルニアにいます。カリフォルニアのサンフランシスコにおります。でこちらにいらっしゃるのは、チェブラのインストラクターの浅代ヤングです。藤森ひろえです。今回はですね、そんなお二人に更年期体験談をお話ししていただこうというそんな企画でございます。私はですね、ちょうど2年前に、いわゆるその四十肩、五十肩っていうのを経験しまして、もう本当に突然激痛から始まったんですね。でその激痛に伴う不眠がもう突如に出て、もう痛みで必ず起きるっていうのを多分3ヶ月苦しんでたんですよ。それでそこからやっぱりこれはもう病院に行かないとまずいかもっていうところで、まあ、ちょっと急いで駆け込んでいったような感じで、でまあ、ステロイドショットを打って、で理学療法っていう、まあ、こちらで PT と呼ばれるものがあるんですけど、そこにも半年通って治らず、でまあ結局薬も効かない、 PT も効かない、でセカンドショットも入れて治らないみたいな状況が1年半続きました。だからその間やっぱり家事も思うようにできなくて、着替えも思うように着替えができないんですね。腕が上がらないし、この角度がきついくて、それで運転もやっぱりこういう動作ができないっていうのでかなり苦しみました。寝るのもね、なんか寝返り打てないとかって言いますよね。そうなんです。もう激痛でみんな起きるみたいな。アメリカのそのなんか理学療法って合ってますか、となんか日本の理学療法となんかちょっと違ったりとかってあるんですか？比較はできないんですけど、こちらのメニューってすっごいなんか細分化されてて、メニューが豊富なんですよ。結構こまめにチェックをするので、例えば1週間に1回でも1週間に2回行くんでも必ずその評価を、理学療法士の方が下して、じゃあここはクリアできたからまあこういう部分を取り入れようって言って、例えば1回に行くと10項目のメニューを与えられて、それをまた家でやるっていうような、こんな仕方をする。具体的な運動方法を教えてもらって、お家でそれを実践していく。そうですね。なんですが、ここってすごくテクノロジーが発展してるので、その理学療法のアプリっていうのを渡されるんですね。すごい。それであなたはこのメニューが必要だからって言って、アプリにそのメニューが入ってて、こなすことでこう自分でチェックをしながら評価していって、それが日々続くんですよ。そうなんですね。だから自分も成果を感じられるし、それがまあ連動してシステムに落としていけるので、相手の理学療法士さんも あなたは今日どのくらいやったとか、これがまあクリアできてるか、じゃあ月に行けるわねみたいな、そういうステップの状況がお互いにつないで分かってるっていう、アプリケーションで分かるんですね。分かります。すごい。昨日シリコンバレーにみんなで行きまして、アップルがカメラを通すと、模型の建物の屋根が自分でね開けて、どんな風に社内の内側が全部画像で見れるという、ありましたよね。すごい。肩こりもアプリでね、いろいろ指示されるというか、これをこのくらいやって。さっきなんかその肩こりってフローズンショルダー、肩が固まるって言ってね、おっしゃってましたけれども、なんかその英語でね、その肩こりっていうのを表現するときに、なんか英単語が見つからなくって、スティフネックとかスティフショルダーとかでも、なんかさ肩何張るみたいなっていうイメージなんですかね。なんかこちらの人は肩こり多いんですかっていう質問もあれなんですけれども、聞きます？皆さんよく四十肩とかなられたりとか、肩こったみたいな悩まれてます？なんかもともとね、日本では肩こりが多いっていうね、お話をよくね聞くんですけど、やっぱりまあ日本人でアメリカに住んでる人は普通になんか聞きます。だけどアメリカ人で、私は個人的には聞いたことがないので、で勝手な解釈なんですけど、こちらの人って首とか肩
肩、うん、なんていうんだ、この肩甲骨周りの筋肉って結構発達してるなって思う部分があって、なんかやっぱり筋力がしっかりついてると肩こりってやっぱ起きにくいのかなっていうのをちょっとまあ思ったりするんですけど、シカゴの状況もね、あのいろいろ違うかと思うので、あ、カリフォルニアには肩こりはいないと今いないっていうか、シカゴはどうでしょうか。どうですかね、あまりね、やはりあの気温とか本当気候が全く違うので、シカゴの冬は厳しいので肩こりの方はよく聞くんですよね。あとアメリカって言っても、私もアメリカに住んでいる日本人ですけれども、人種が混ざってるので、あのその人種によってね、その肩こりが少ない人もいると思うんですね。ただあの、まあ、シカゴにおいては私があの接する方たちの間では肩こり、腰の痛みっていうのはほぼ日本でいた時に聞くぐらいの頻度でよく聞きますし、あのいわゆるサロンとかに行ってマッサージを受けたり、寒いとそれだけでも肩すくめちゃって ね、この辺もなんか凝ってきたみたいなのもあるかもしれないです ね、肩こりはでもね、あまり聞かないっていうのはでも皆さん動いてますかね。すごい動きますね。あのやっぱり運動量が違う、まあ、その天気がいいから外に行く回数も多分多いとは思うんですけど、日頃から皆さんこうエクササイズを本当に心がけてやっているので、お年を召していてもあのきちんともコンスタントにジム通いをされている方が結構いらっしゃるので、多分自分より上、ね、年齢いってても私より筋力あるよねっていう人が結構いらっしゃって、それにすごいびっくりします。自分の健康は自分で守る、あ、大事ですよね。やっぱそういう人に限って背筋が、ピンと伸びてるっていうか、やっぱりコアのこのやっぱり鍛え方がちゃんとされてるというか、はい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 、こう曲がってないっていうのがやっぱりすごく印象があるかなって思います。皆さん運動しましょう、体を動かしましょう、はい、で肩こりの、ね、ことについてちょっとお伺いしていったんですけれども、ヒロエさんあのどうですか、なんか更年期の不調というかとかってありますか。そうですね、あの私55歳なんですけれども、先日ですね、子宮体がんになりまして、子宮と卵巣2つともと卵管と全部摘出するという手術を行ったんですね。ホットフラッシュってこういうことなんだ、寝汗ってこういうもんなんだっていうようなことをあの初めて体験